本動画をご覧の皆さん、お越しいただきありがとうございます。交流祭です。本日は、リリースダースパイス。第2話を視聴して、リアクションを収録していきたいと思います。よろしくお願いします。では、いきます。3、2、1、5。前回1話から濃かったっすよね。なんか見返したらね、いろんな、 情報がね、こんなに見落としてたかっていうぐらいいろんな情報が詰まってて、特にモ,モの能力ね。なんじゃそりゃ。ああ、騙されやすいってこと。なぜやめさせたいんだ。言うなら ああ、そうだそうだ。あの、カレー屋さんがわさびっていう名前でね、それがなんでみたいな反応されたり。ももはね、あの、味覚だけじゃなくて、まあ目もいいんだけど、鼻もすごくいいっていうね。だからスパイスと関係あんのかなみたいな。鼻だけで、その、カレーに使われてるスパイスが何なのかとか。 なかなかのオープニングですね。そう、この、相模風か。相模風だけ、まだ名前覚えてなかったな。あれは、自分の師匠、誰だっけ、師匠。この師匠と弟子の関係もあるんですよね。 あれでカレーにね、スパイスにクミンが使われてるとか言い合ってたり、五感の中で三つは少なくともすごく鋭い、センシティブな、まあ、コーデリアさんじゃないけど、今んところ出てきたのは触覚 触覚と、なんだっけ待って。視覚、味覚、嗅覚は鋭いと。あと触覚と聴覚だな。あ、ちゃんとやるんだ、それ。なぜそれが視覚試験的なものになるんだ なんだなんだ。あなるほどね。それが暗号だったのね。なんだなんだ。そのカレーが食べれたらとか、それに含まれてる何かに気づけたらとかそういうんじゃなくて、それが暗号だったのか。すげえな、これ。いや、しかし、すごいっすよね。オリジナルアニメでこんだけ絵作りに力を入れてるって、なかなか賭けに出たなって感じ。 ただその割にはね、反応薄いんですよね。まあ、国内外ともに。今期の他の作品に比べるとね。メイと仲いいことに嫉妬してんのかね、風は。ね。うん。この町っどこだっけ 1> 第1話もすごかったけどああなるほど戦国時代からあるんでしょうん割とその辺は早、はい段階でわかるんだな しかし、どこにも属さないんだってね。あと、正義っていうけど、その、どこにも属さずにどう正義を定義するかですよね。何に照らしてっていうね。普通の法律に照らして、違法か合法かじゃないでしょうこの組織は。まあ、それがね、前回でもちょっと突っ込みましたけど、 そうなのあそう。まあスペル違いますもんね。スパイスとスパイだとね。だそれがタイトルにはかかってて、スパイのスペルで C をつけてスパイスにしたのは、やっぱりそこをかけてんだろうなっていうのはすぐわかるんだけど、あー、すごい、ゼロゼに007みたいじゃん。 うん。よ。いやすげえじゃん。あ、はあ。ほんとにあれだな。少佐みたいですね。公安休暇みたいですね。うん。そもそもこの組織自体が法律無視の組織だそうから。 うん。その正義にもとるかどうかの判断を誰がしてんだろうね。これが正義にもとるとかいう基準がない限り、正義を守ることできないですよね。平和を守るとかさ。何をもって平和とするか。何をもって正義とするか。その基準はどこにあるんだ 誰が決めてんだみたいなうんなるほどえ少数性は少数性ってまさかこの子たちだけじゃないよね うん。らしいですね。なぜ風は、あれ、でもな、必ず、まあ必ずじゃないけど、実によく、実にしばしばいますよね、こういうキャラ。新人に対して当たり強い。<laughs> 俺はまだこいつを正式なメンバーと認めたわけじゃないぜ、みたいな態度の人。 実にしばしば見る。<laughs> ということがねしつこいですけどね。ほうはい、あ すごいですけどそこが気になるんですよねどこにも属さない組織ってあるとさどこにも属さないって何って思ういやー甘いなー訓練中とかさまあ特に本番で敵陣に侵入した時に出されたものなんて絶対口にしちゃいけませんよね 当たり前じゃん、それ。あ、でもそんなこと知らんか。でもね、警察、警察官の娘でね、で、普段の立ち居振る舞いとか修正にも、警察官としての立ち居振る舞いが染み付いてるのに、そういうところは抜けてんのかうん。 何を守ってるかななんだよな平和をっていうけどさ何の平和を正義をっていうけど何の正義を何にとっての正義をうん町を守るとかそんなんじゃないだろうしなそれ,それだったら県警以下だもんね守備範囲。 月影月影はもうこの組織全体の総称なんですかねそれともこの人たちこの小グループだけが月影なのかなうんまあその辺は明かされんのかね メイン武器があるんだね <laughs> 訓練が時間かがらんなあ押されまくってんな 戦国時代からあるでしょ戦国時代ってことはまさに室町幕府の時からだよななるほどそういうことかでも蜂蜜入れないっすけどねうんまあ入れることもあるか私は入れないけどねスタータースパイスとしてまあクローブと マスタードシードと、あと、カルダモン、ホールカルダモン、カルダモンシードを油で温めて、で、煮込みながら、まあ、ターメリックはもちろんだけど、クミン、コリアンダー、セージ、 うんあとナツメグシナモンも少し入れるそんぐらいですか訓練期間ってどのぐらいなんですかねどうなったら一人前なんだろう このあの,桃の声優さん安西ゆかりさんなんですけど誰だろうと思ってなんかあんまりね聞かない感じの声だし割と演技もナチュラル寄りだなと思って気になって調べたらびっくりして安西さんって日体ハーフなんですねで今作がほぼまあ主演は初ですよね 今までの出演作も少なくてでいきなり今回この作品で主人公をやるっていうねすげえな <laughs> あれ鍛えてああなれんのすごいねあれはスパイス関係ないもんね何やるんですかね はい、うん地味だけど本格的なことやるんだね本当にスパイじゃんただのじゃあ本当に諜報機関だと思ってりゃいいのかなまあ諜報機関だったらね法律関係ないですもんね 法律ななんんかに構ってらんないですもんねでもどこのスパイもそうだけどそれはどっかのねどっかの共同体を守るために存在してるんであってそうするとどこの共同体にも属さないってなるとそのスパイ組織の行動なり判断基準なりが迷走しやしないかと思うんだけどねその一貫性はどうやって担保してんだろうしつこいだけどしつこいようですけど。 はい、早いないやでもうんよくできたなって感じうんはあちゃんとやるんだねこういうこといやもういきなりアウトだね早いよ あこれがねあのさっきからしつこく何回も申し上げてますけどその辺が明らかになるかどうかわかんないですけど多分シリーズ通じてずっと気になるんだろうなって感じ。月下降うん薬物ですか 建造物ですかなんか月下香とか言うとなんかそれこそまたスパイスみたいな,なえ急に邪神ちゃんの声がしたと思ったらいやこれはさすがに今期声豚としての耳に自信を失いつつある私でもこれはわかるわ誰か。 完全に邪神ちゃんだったもんこれで外してたらどうしよう。<laughs> 本当にもう恋蓋頼むのやめた方がいいな。今のは間違いないと思う。鈴木愛菜さんだと思う。うん。これが違ってたらもう私恋蓋頼むのやめます。あそこまで見事に邪神ちゃんだったら間違いないと思うけどね。うん。なんか、 うん、ん関係な,いなくはないけどあのちょっと陸地を思い出しましたね常に油断にならないというね特にレンジャー家庭の場合ねあれこそまさに常在戦場だよなこういう訓練するので試験を兼ねてるんだろうけどおお早いな,なんかどうするといいとかいう教えてくれたりはするのかねうん とかさうんやるなどっちもやるななかなかだな見事な攻防だったぜすごい着々とうん成長早くない おやつをああれをつかまえんのどうやってなんか弱点とかれえけどねうん野鳥メインのことをもうちょっと徹底的に調べとく無理があるかね 向こうもそんなこと分かってんだろうしなえああまあある意味道場だよな毒味はいやーちょっとももさん 危ないですねこの子今の毒大丈夫だったおうなんだ今がチャンスってかよし <laughs> 私もトイレでいいんじゃないのあ私はトイレじゃいけなかったんかねまあ別にいいけどさどこで出されたものでも毒味を忘れるなって言われたばっかのにねあのコロッケはたまたま大丈夫だったんか危ないぞそれはたまたま知り合いでね 根元まで100%信用できる人だって分かってるけどそんな人間が一番裏切るには最適だからね敵に買収なり怪獣なりされてるもしくはもともと敵に雇われたというか敵の組織から放たれたでこの町に潜伏してる草っていう可能性も全然あるからねあんな商店街のおっさんでもさえっ お互いにスパイスを決め合うのあとこれ前回でもちらっと言いましたけど、このスパイスに副作用とか、長期使用とか、で弊害は出たりしないのかねあと耐性とかね あなるほど。しっかりしてんな。うん。なるほどね。なんか、ね、弱点を調べて、それを利用するとか。 他になんか作戦、なん、どうしようがあると思ったけど、逃げ足が速い相手に対して、その逃げ道を塞いでおくと、最初から。それはうまいな、納得。いや、そうなの。忍者刀じゃないじゃん。普通の日本刀じゃん。あれ、1話で、ユキが使ってたのって、忍者刀じゃなかったですかまっすぐで。 あつばがましかくのだったような気がしたんだけどなうんうんさていただくのか あれは大丈夫なのかねあんだけ毎回なんか出されたもんか平気で食べちゃってるけどあれ全部毒入ってんのかねコロッケとかあのごちそうにももう、まあ、間違いねえなこれ <laughs> ちょっと心配したけどうん いや結構本格的というか本当にこれあれだなスパイがスパイというか諜報うん諜報機関の工作員がどういう訓練してるとかどういう技量が必要というかどういう技能を求められるかについてある程度しっかり描写されるんですねなんかその <laughs> まあ単純な話だけどその組織からもらったものとか出どこはよくわかんないけどなんとなく本人が持ってる不思議なパワーで何とかなるみたいな話じゃなくてちゃんと訓練するんですね。うん。その辺はしっかりしてんだなうん土台が。ってなるとねますます際立ってくるのがその。 まあ本当にこれしつこいし、で、多分この作品、シリーズ中、何回も申し上げると思うんですけど、その、どこにも属さない組織っていうのがね、まあたまにありますけどね、あの、メタルギアだってそうでしたもんね。まあ、あれは国家に属さないと言ってるけど、じゃあ国家以外の何人に属してんのと。ソープランド。 活躍次回は「毛量」についてやるのねでまあ毛量はね犯罪組織だから謎っていうのはまあこの段階で明かされるわけないだろうなっていうのはわかるんだけどまあ謎っちゃあ毛量の方も謎なんすよねまあでもああいう犯罪組織というかまあヤクザのでっかいやつみたいなでもまあそうなるとあれなんですよね いろんな国籍とか出を持ってる犯罪者がより集まって、どっかに拠点を持って、違法行為によって活動してる。で、何らかのその利益を獲得しているってなると、まあ、ヤクザとは対立するのかな、みたいな。で、毛量はいつからいいのとかね。まあ、それは、うん。それはまだ分かるわけないから考えてもしょうがないのかもしれないけど。まあ、とにかくこの月影が戦国時代からあるって言ったってね、どうやって発生したんだ。で、何をもって月影なんだとかね。 そそもそも例えば今回の訓練とか合格不合格の合否判定にしたって基準はあるだろうしそれは各人の各師匠の裁量に任されてんのかなそうするともう世代によってね基準バラバラだったりねなんか一貫したルールなり起きてなりがないとそれは組織としては一瞬で瓦解して運産無償してしまいそうな気がするんですがねだそれを何が担保してるかなんですよね 何,何にも属さないとなると、目的がね、理念に属してるとなるとね、何にも属さないけど何かの味方でいるっていう、この状態。これは謎なんだよな。まあでもそんなことこだわってもしょうがないのかなっていう感じもしますけどね。もうそういうもんだと思ってくれって <laughs>、そういうもんだと思っときゃいいのかなみたいなね。それで納得しとけばいいのかなみたいな感じもするんだけど、そこに何らかしらね、そこにもバックボーンがあって、 バックストーリーがあって今後明かされていくんだとしたらなかなか壮大な話にもなっていくんですがうーん謎いろいろ今回で明かされたこともあったんですがかえって謎は深まったんですよね1話からこだわってたところに関するただまあ今回いろいろ出てきた中でこれは伏線なのかなとかねミスリードなのかなどっちなのかなっていうそういう描写もいろいろあったしちょっと思い出したのはあのジョーカーゲームですねジョーカーゲームに出てきた D 機関を思い出したりしてね やっぱこういうスパイものというか、スパイ活動を扱っていく、そのスパイ組織の人たちを扱っていく作品はいろいろありますけど、まあ割と深いところまでしっかり作られてて、で、まだ描写されてないだけで、この後ね、この世界、そのスパイの世界に関してもまだまだ広がりを持ってるんだろうなっていう。うん、その辺はワクワクするんだけど、やっぱり判明したこともあるけど、かえって謎が深まった部分もあったりして気になるけどね。 まあ、ただ、警察の穴を埋めるというか、諜報機関として、割と、そっちの性格を色濃く持ってる組織なんだなっていうのは、なんとなく、つかめたような気がしますね。我が国にもちゃんとしたスパイ組織が欲しい、諜報機関、膨張ですね。特にね。本当にもう、スパイ天国なんて馬鹿にされてね、長いこと経ってんのに全然対策進んでないしね。 一応特定機密保護法案っていうのは通りましたけど、あんなザル法を通すだけでもあんなに時間がかかって散々ごちゃごちゃ揉めてね、あの手たらくではまともな情報機関がちゃんと作られるのは本当にいつの品なんだろうなって、その辺はね、我が国の傍聴体制に関しては絶望的な状況 <laughs> なんでね、本当にまあ、そういうスパイものとかを見るときにね、ついつい、まあそんなね、あのフィクションに 夢見たってしょうがないんだけど、スパイが欲しいと思ってしまうな。もう普通にね、霞が関とか、永田町にもスパイがうよゅしてますもんね。スパイとか工作員とかね、工作員が堂々とテレビ出たりね、大学で教鞭取とってたり、書籍を出版したりしてる。まさに地味妙、<laughs> 本当に猛猛ですよね。まさに地味猛猛がばっこしている。この状況を考えると安淡とした気持ちになりますが。まあそういう中でね、まあ必要性が叫ばれてるのはあるんで、 こういう組織があってほしいという願望はありますけどね。だからまあ警察は、まあ警察はもう、重宝なんてほぼできませんからね。あくまでローエンフォースメントで法律の範囲内でしか動けないんだから。まあそういう必要性があって、で、こういう組織が生まれたっていうんだったら、まあなかなか、うん。そこの辺は理にかなってますね。まあそんな感じで、えー、わかったことも多いけども、謎が深まると。で、1話の時はね、まあ原作がないオリジナルアニメだっていうのは、視聴は促しはしましたけど、その分、 どういう作品になるのかは全くわからなかったこのリリースザスパイスですけど2話に至ってなるほどなるほどと割としっかりがっつりとスパイアクションの方に重点を置いてるそっちの方向に力を注いでる作品なんだなっていうことはだいぶ、うん、強く伝わってきましたね、まあ、そんな感じでリリースザスパイス第2話視聴していきましたお付き合いいただいた皆さんありがとうございましたまた次回でお会いしたいと思いますそれではまた